2014年昆明駅暴力テロ事件とは、2014年3月1日に中国雲南省昆明市で発生したテロ事件。2014年3月1日21時20分頃、中国雲南省昆明市の昆明駅広場や乗車券販売所などで刃物を持った集団が通行人らを無差別に襲撃した。昆明市当局は、翌2日、現場に残された証拠から、 テロ攻撃は、新疆をウイグル自治区独立勢力による犯行であることが判明と断定した。事件が起きた直後、メディアは、本命虐殺事件と速報で報じている。また、雲南省は、中国の中でも少数民族が多く、漢民族以外にも、タイ族やモン族、苗族などの被害者も少なくなかった。事件後、 目撃者の証言によれば犯人グループの4人が警察に射殺され、1人が肩に銃撃を受け拘束された。直ちに、昆明駅周辺に武装警察が配備された。その後、3月3日に逃亡した3人が逮捕され、旗が押収された。2014年9月12日、昆明市中級人民法院における初公判により3名に、死刑、残り1名に、 無期懲役が言い渡された。無期懲役が言い渡されたのは被告人が妊娠していたためである。2015年3月24日、3名の死刑が執行された。ありがとうございます。